スクールをご覧の皆さん、貞治八木です。ステップ1は音を想像するです。いい質問です。どのようなものが音楽制作の中で音として使われて頭の中で鳴っていた音なのか、新しく加わった音なのか、どういう過程を通して、音楽を作り上げていくのかというのを説明します。曲を作る際にはまず何のために、もしくは誰のために作っているかということをまず初めに考えることが大事だと思います。もし自分のためであれば、自分が今心の中で感じていることや、頭の中で聞こえていることを元に作り始めればいいと思います。ポイントはですね、音楽を作るときは時間がかかってしまったり、思ったよりも長丁場になることもたくさんあるので、初めの段階はワクワクとした気持ちで楽しい気分で始めることが一番いいかなと思います。どのように曲を作り始めるかというのは、いろんなやり方があります。ものすごい強いメッセージを持って曲を始めることもあれば、単純に踊れるものが作りたいこともあれば、やっていくうちになんとなくコンセプトが固まっていくようなこともあります。ここで質問です。このサンプル曲においては、頭でいろいろ考えるものではなくて、体と心がウキウキする、弾むような気分になるようなものを作りたいなと思ったので、ソウルミュージックとかファンクミュージックっていうのがあるんですが、そういうもののアプローチをとって、この楽曲は作ってます。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。